昨日、唐津市の離島に派遣されたのは、医師と看護師の4人です。県内に7つある離島のうち、松島や加唐島など3つの島で、18歳以上のおよそ170人が、新型コロナワクチンの3回目の接種を受けました。唐津市では去年5月、斑島で感染者が確認されたことから、医療体制が脆弱な離島での感染リスクを低減しようと、島の住民には優先的にワクチン接種を実施しています。助かります。安心しました。島が一番先にしてもらったことはありがたいです。離島でのワクチン接種は次の土日も行われ、合わせておよそ1000人が追加接種を受ける予定です。